私が7月に北海道一周ツーリングをした時の様子をシリーズでお届けします。それでは行ってみよう。皆さんどうも、パルパルです。出た着いた。いやドキドキする。やばい、どうしよう。私北海道で自分のバイク乗ってる。サンフラワー基地区や。雨やばいな。入り口の鉄板が滑るんで気をつけてください。だってやだよ。はい、皆さんどうもこんにちは。北海道ワインって地図に書いてあったのを見てワインディングかと思って来てみたらただのワイナリーやった。どうもパルパルです。今日はラストデイということで、今ですね、その北海道ワインのワインディングかと思ったところに来たら、ワイン工場もあったんですけど、本当にワインディングで、めっちゃ見てこれ、地図見えるかな、すごいの、くねくね。でも6個か7個通り過ぎたんだけど、あとね2個なんですけど、このパルパルのワインディングチキンコーナー。はい、チキン、ああワインディングチキンコーナーやりたいと思います。いかに私がワインディングチキンなのか。後ろの車行ってほしいな、後ろの車行ってほしいな。絶対車より遅い自信あんの、絶対車より遅い自信あんの。あーやばい、後ろから車が、地元の車が来てます。絶対私殺されるな、追突。もう早い、すでに早いもん。いやー私ね、峠道とかのねこういうとこ怖いんで、怖いんで、怖いんで、ワインディングチキン行きたいと思います。めっちゃみんなブレーキしてるやん。おーみんなよかった、イニシャル D とかやっとらん。やばい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 、あー、はい、後ろの車見て、抜こうとしてるでしょ。はいはいはい、分かってますよ、すいません。ワインディングチキンなんでね、怖いわー。いやもうね、両脇はね白樺のすごい綺麗なんですけど、あーやえとかできひん、怖くて。はい、今何キロでしょうか。はい、見れません、怖くて。あーもう車いなくなってもうた、車。あ、いたわ。いやでも絶景です。あ、でもここ私の苦手な高いとこやない、もしかして。白樺とかがあるから分からんですけど、そんな気がしてきましたよ。あーやばいやばい、これはやばい。はい、高い、はやばい。あーもう後ろから白い車が私にプレッシャーをかけて、あー怖いよ怖いよ怖いよ、頑張って。あーしかも左側にちょっとなんか高い証拠が見える、高い証拠が見える。ポッ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 、あーあー怖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 ー、コンコン釘を刺す。ストレートはね余裕ですよ、ただアクセル回すだけですからね。頑張って俺、頑張れ、おい俺頑張るぞ。でも怖いぞ、ちゃっちゃー、こういうねトラックとか来るから怖いんですよ。しかもねめっちゃコーナー膨らんでくる対向車とかたまにおるんで、ちょっとコメント欲しいですね、コメント。みんなワインディングを走る時の対向車とかなんか落ちてるとか、もうそういうのに対してどう思いながらワインディングを走っているのか。今ニセコ方面買って走っております。とわりそばが食べられるところがあるんで、そこに行きたいと思います。赤井川村。おーすごい、山山山山山山山、あれ羊蹄山やない。あーすごー、絶景やん。あー望遠レンズ欲しいな。おーおープ、めっちゃすごい、でかい虫が汁をバシュッバシュッてやってたね、バシュッて。すごー綺麗やな。わあ、いよいよいい感じになってきた。うっほー、あさって人がいるのは警察官がおるで。え、何やったんですか、なんか事故ったんかな。あーびっくりした、怖かった、なんか検問やってんのかと思った。あーわー、でっか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 、すご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 。ちょっとねすごいとこ来ましたよ。今ねニセコのパノラマラインっていうところを走ってきたんだけど、それ言わないっていう方まで行かないで、でもう一回ニセコに戻りたいから、そこがパノラマラインじゃなくて別の道を折り返したんですよね。言わないなんとか
そしたらなんかやばい、もうなんか出てきそう。うわー、もうなんかいつ動物とかなんか出てきてもおかしくないね。車が怖いですけどね。言わない、乱越線。うわー、すごいとこ来てしもうた。マジで帰れんのかな、帰れんのかなこれ帰れるんでしょうか、果たして。パルパルは自然って、自然すぎると怖いですよね。なんか慣れてないっていうかね、やっぱり人間の力ではどうにもできないところもあるし。あー、風が強い、風が強い。もうこんなとこでバイク倒したらおしまいやで。あー、なんか見たことのない花みたいな、なんやこれ。今ね、10日目ぐらいなんですけど、リュックにね、MacBook と一眼と入れて乗ってるんで、みんなのために頑張ったで。褒めて、褒めて、褒めて。うわ、綺麗綺麗。あー、これは綺麗だよ。もうね、一人ですよ、一人。もう誰もいない。車もおらんし、バイクもおらんし。今日はせっかくなんで朝一から回していきたいと思います。夜雨が降ったみたいでお水がいっぱいついております。今日はちょっと雨になるかもしれないので、上だけ今カッパ着て。 GoPro がね、雨降っちゃうと撮れないんだよね。ナビにも雨やって言われてます。テンションが低いですね。堂々ってなんか面白いね。あんまり聞かない響きだから。ハイシ堂々みたいな。ハイシって何、ハイシって何。え、早速朝からおまわりさん、ご苦労様です、ご苦労様です。あー、羊蹄山、うーん、雲だな。あと150キロ、143キロ。今日150キロぐらいか。150キロって近いやんとか思い出したよね。150キロかー、うーん、近い。あー、綺麗やで、ほら。あー、私前見てるけどね、首だけ左やで。うわー、この橋にまたすごいわー。うわー、前の道民の車が速いわー。あるかなー、ガソリンスタンド。なんかさっきね、どっか書いてあったけど。パー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 とか言って、なんかよくバイクでやってるんじゃないですか、田舎のヤンキーが。あったー、北連あったー。北連が結構いろんなとこにあって便利ですよね。北連でね、だいたい入れてけばガス欠にはならないと思うんで意図的にやらないとね、北海道でガス欠って結構難しいと思うんだよね。あ、お金がウエストポーチの中にしまってしまった。雨の時ってさ、みんなさ、お財布とかどこ入れてんの。あ、ここはさ、安いんじゃない。なんかね、どこや、道東で入れた時162円とかやったで。あ、ノズル短い、ノズル短い。あ、なんかめっちゃ雨降ってきたで。ちょっと待って、足もカッパ着よう。結構土砂降りや。コツコ向かう途中でまさかの通行止めに遭いました。はい、戻りまーす。キャー、やっと苫小牧市に、市街地に着きました。もうね、 GoPro なんて全然撮れなかったよ。もう大雨とノームと横風で、もうノームがね、半端じゃなくてね、50メートル先ぐらい、2台前とかもう見えないぐらいのノームで。で、苫小牧着いた時雨じゃなかったんですけど、今ちょっと降ってますね。4時半ぐらいまでに搭乗手続きをしてくださいということで、今4時15分で結構ギリギリです。おー、いやー、頑張ったー。外ね、12度とかでしたからね、寒いし。しかもこれ洗ったんですよ、もうカッパを。そしたらなんかドロドロの水がもうドロドロ色で、まあ洗って綺麗になっていいんですけど、防水の機能がなくなって、もう今手袋の中とかベシャベシャですよ。12度でベシャベシャの手袋してるから、寒い寒い。あそこやー、あった。あー、道東北海道バイバイだー。早い早いわー。2週間もあったのに。まあ12日ですけど、早かったわー。まさか女一人で北海道に来てバイクで回るなんて、なんかね、感慨深いものがありますね。なんか成長した気がする。おほ、あー、ほんまもう
頑張ったもん。もうしかも1回ね通行止めがあってもう誰もいないわ。はあ通行止めや山や山ん中や。まあちょっとね折り返せばよかったからよかったんですけど、お笑い右わからないわからない。あ急に止まらんで右へ行きたいんやけど、どっから行けばいいのこれ。わからんわからん、どっから手続きしたらええのかもわからん。こっちなん。よいしょ、あー無事着いた。わーいっぱいおるわ今日は。みんな雨降られたんやろな。雨の中大洗に行くのに移動しております。この中並ぶんかな、また中がくるくるするのかな、やばいな。すごい雨すごい雨、このまま待つんか。鬼畜鬼畜サンフラワー鬼畜や鬼畜やで。バイク行き始めましたね。車より先でした。あーよかった。はい、よいかな。 GoPro がダメになってまうわ。結構風が強い。あそこ滑らんか怖いなほんま。この辺まんま生きりよると怖いからな。ゆっくり行きましょうね。ゆっくりゆっくりゆっくり下ってく。あー怖いよ。車より先でよかったほんま。ありがとうサンフラワー。はー入るでとうとう。でも怖いよまだ怖いよ。頑張って。中ぐるぐるやで。ぐるぐる嫌やん。ぐるぐるさせんといて。私もうチキンなんやからさ。ぐるぐるチキンやん。なんかぐるぐるチキンって美味しそう。今ねお腹空いてんのよね今ね。とうとう出番がやってまいりました。え一回止められたマジ。はいを入れて、はいを入れてくださいお兄さん。お兄さん入れて入れて、はいを入れて。もう手袋の中びちょびちょやで。お兄ちゃん節子節子。入り口の鉄板滑るんで気をつけてください。はい。入り口の鉄板が滑るんで気をつけてくださいだって。やだよ怖いよ。おお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 お。どっち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 。ああマジでマジでマジで。このね、なんかね、ボッコボッコいろいろあるのが怖い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 。どっち？着いたー。あー、着いたー。びしょびしょやで、ほら、びしょびしょ。よいしょ。ちょっと最後の挨拶取ろうかな。よっ。痛い。ちょ当たっちゃった。メットかぶってたら。ダメだ、うまくいかない。なんでこれベッドで撮るんですか。今回初めての北海道だったんですけど、想像以上に道も良かったし、食べ物も本当美味しかったし、海鮮じゃなくても美味しい、美味しかったですね。本当に良かった、良かったです。ぜひ皆さんも北海道ツーリングに行ってみて。これ行ってみろよな船もね、時期によっては一人で乗るときに個室取ったときの料金が0円になるときから、普段は1万円取られるんですけど、ぜひそういう時期に来るといいかな。でも結構フェリー高い、思ったより高いから、それだったら飛行機とかで行ってバイク陸送しても料金同じなんじゃないみたいな気がするんですけど、どちらがいいかは、ま、皆さんにお任せして、パルパル北海道編こんなところでバイバーイ。2205キロ。